マーティアとアファは、ツバルの政治家、同国の首相を2期務めた。政界入りする前は、フィジー、スバの太平洋諸島フォーラムの事務局に務めた。2004年8月27日に、当時のサウファテュ・ソポアンガ首相の内閣不信任決議が、可決され、ソポアンガ内閣は、総辞職、首相自身も、議員を解任された。 そのため、副首相だったとアファが首相代行に就任。その後、10月11日に、ソポアンガが自身の選挙区で再選されたのに時を同じくして正式に首相に選出された。これまでの慣例に従い、外務省も兼務した。2006年の総選挙中に国会で再選されたが、選挙で4名の閣僚が落選したため、 その後の首相選挙でアピサイ・イエレミアに敗れた。同年8月14日にイエレミアに首相職を明け渡した。2006年から2010年にかけて続いたイエレミア内閣では国会で野党の指導者となった。2010年の総選挙で地元のナルメア選挙区から再選されたとアファは、 そのおよそ10日後の9月29日に行われた首相選挙で全15議員のうち発表を得て次期首相に選出された。現職のイエレミアは続投に意欲を見せていなかった。選挙結果はイヤコバイタレリ総督により発表され即日首相に就任、その数日後に組閣した。就任にあたってトアファは全国旧島民すべての 基本的欲求を満たす安全確保に努めると、ツバルニュースに言明し、分けても、経済基盤の構築に急ピッチで取り組む構えを見せた。これには援助国とのパートナーシップが不可欠である。ことから、この拡大にも努めるとした。さらに、気候変動の影響をもろにこむる、小国を守るべく、積極的に行動すると意欲を見せた。しかしながら、同年12月21日には、 内閣不信任決議案が国会に提出され内務大臣のウィリー・テラビが野党側に寝返り結果的に8対7と一票差で賛成が反対を上回り可決3ヶ月で政権は崩壊した同義の提出理由についてメディアは国民の海外治療に対する医療費の全額負担など特定の予算に議員らの懸念があったと報じた次期首相には 内閣で副首相と外務大臣と環境大臣を兼務したエネレソポアンが応したが12月24日の首相選挙でテラビ候補に敗れた。ありがとうございます。